皆さんこんにちは。ピーカブー銀座6店の関です。今日はミディアムスタイルのモデルさんの撮影をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では今日やってもらうモデルさんです。今日のモデルさんは今、鎖骨下 7,8 センチぐらいの長さなんですけども、ちょっと長めなミディアムスタイルになっています。でこちらのモデルさんを今日は鎖骨下ぐらいのレングスにカットをして、リップラインからフォワードシェイプのグラデーションを入れて、顔周りにこうシャギー感があるスタイルにしていきたいと思います。プラス前髪をちょっとシースルーバングを作って、透け感のある前髪をプラスして、フェイスレイヤーのような形でフォワードシェイプグラデーションを入れていきたいと思います。はい、ではまずバックのアウトラインの長さをカットしていきます。その時に正面に落ちてきた時に、耳後ろの髪の毛が鎖骨下に落ちる位置、その長さでカットしていきたいので、正面で長さを確かめて、後ろに下ろした時にどの長さになるかということで、アウトラインを設定していきたいと思います。そしたら先ほどイメージしている長さに対してアウトラインをまずワンレングスでカットしていきます。顔周りにフォワードシェイプのグラデーションを入れていきます。先ほど切ったアウトラインの耳上の髪の毛、そことフェイスラインのリップラインの下からこちらの耳上に向かってつないでいきたいと思います。指先を耳上に向けて、今フォワードシェイプが入り終わった、ここにワンレングスの重さができているので、ここに対して縦のラインでグラデーションを入れていきます。ここに今グラデーションがこういう形で入っているので、毛先が内巻きにこうインに入りやすい状態になっているので、そこに対して表面を入れずに毛先の質感だけを柔らかくしていきたいと思います。